ドキュン。ネット用語で、一言で言うと、ヤンキー風の、頭が悪そうな人のことです。そんなドキュンに認められたというイッチ。果たしてどんな学生時代を、過ごしたのでしょうか。ぼっちの俺がドキュンに認められて波乱の中学時代を送ることになった話。本格的に書くとかなり長くなるかもだが、需要あったら書こうかと思う。聞きたいかも。聞こうか。まあ、お茶でもすすりながら聞いてくれ、書き溜めはしてない。今は昔だが、厨房の頃の話になる。小学校の時はみんな外で遊んだり、みんなでゲームしたり、お前らでもそれくらいはしてると思う。片や俺はマリオカートは一人で、マリオパーティーも一人で、まともな友達もいなくて。チャイムが鳴ったらすぐ下校するのが、当たり前だった。それは最高学年になっても変わらず、うちの地区は近辺に中学が3つあって、その中から選ぶ形だった。中学はできるだけ出身小学校から行く人が、少ないところに行きたかった俺はその中でも一番遠く、人気もない中学を選び通うことにした。それが過ちだったのかどうかは定かではないが、入学した印象は最悪だった。自由な校風と銘打って、ジャージ登校が可能だったのだが、みんなジャージでも制服でもなく、ドキュンの相場スウェットが当たり前だった。うん、そんで？続きを。周りの人間も俺とは正反対の人間が多く、ぼっちやいじめられっ子みたいな奴は、少数だった。入学して2日目、早速ことが起こった。学年で一番強い奴を決めるという、そんなくだらないことを教室に来て、大声で叫ぶやからが出た。うわぁ。関わりたくない一心で、チャイムが鳴るのと同時に教室を出た。来る前に放置したネトゲの露店が、気になってしょうがなかった。難なく教室を出た俺は、校門まで一目散に走った。あと数秒というところで、俺の目的は打ち砕かれた。ちょっと待てよ、お前も一年だろ。ソチンの股間が縮むのが分かった、キュンとなるのが分かった。そうですけど何か用があるのですか、とにかく動揺してたのを今でも覚えている。一年は今から一番決めるから、まるまる公園に集まってください。一番とか、何ですかそれ、ヤンキー漫画の影響受けすぎはロス。てかこいつの頭、と逆立ってるんですけど。しぶしぶ俺は公園に行くことにした、殴られるのは慣れてたから、そこまで恐怖はなかった。でんで？ちょっと気になるな。学校近辺の地理を把握してなかった俺は、そいつについて行った。あまり人目につかないところにあったその公園は、喧嘩するならここと決まっているらしく、周辺では結構有名だった。俺が着くとポツポツと人が集まっていた。あれ、まだこれだけ？俺を連れてきた奴が、アホみてえな喋り方で言った。その声に反応してなんかすげえでけえやつが、あと10分待とうとか言ってた。正直そいつは2年とか3年とか、俺と同じ学年じゃないとその時は思った。それなりに前のことだから多少の違いはあるけど、本質的なところはブレないように書いてる。釣りではないです。10分経って集まった人数は数十人だった。大体の人間が相手にしてなかったみたいで、喧嘩大好きハート、みたいなやつしかいなかった。逃げればよかったと思ったがもう遅かった。しょうがないからこの人数でやろうか。タイマン、それともみんなでやるの？タイマンで勝ったやつと勝ったやつがやれば、トーナメント方式で。俺は黙って見てたが、そんなやりとりが交わされていた。じゃあ二人組作って。聞き慣れたフレーズが聞こえた。二人組やめろ死ぬ。聞く。おのおのがじゃあ俺お前ととか言ってる中、俺は連れてこられたトサカとやる羽目になった。初めて先生以外の二人組になったのは、ちょっと嬉しかった。ここ狭いから一組ずつ始めようか。なんか始まった、なんか興奮した。そして俺の番が回ってきた。てかお前なんなの？見た目しょぼくね？なんでここいんの？お前のせいだろ。来たくなかったよ。周りからこやちっちゃいの負けるなとか、あの気持ち悪いの絶対弱いだろ、とか聞こえてきた。罵声には慣れてたが、心臓のドクドクがすごかった。俺強いけど手加減しないからよろしくね。うん。返事した時には相手のパンチが、俺の腹にめり込んでいた。ちゅう、やるねー。あれ？ごめん痛かったかなー？全然痛くなかった。父親は埼玉で有名な暴走族をやっていた。母親は柔道をかじっていたらしく、とてつもなく強かった。姉は空手を習っていて、なんか俺も護身のためにと一緒に習っていた。だからかな、全く痛くなかった。痛くないです、不意打ちでよろけただけです。周りから何も聞こえなくなった、これなら勝てるかもと思った。相手は驚いていた。ひどく興奮した俺は、やられながらもなんか相手をボコボコにしてた、一応勝ったことになった。震えが止まらなかった、理屈では説明できないけどなんか止まらなかった。その後残った人間でまた組み直されて、最後の一人になるまで行われた。俺はその次の奴にボコボコにされて、やっぱりトサカが弱かっただけだと確信していた。一番強かったのは、先輩かと思っていた巨人だった。小学生の頃に殴られたのは痛かったのかね。小学校の頃は肉体的いじめは、特になかったし。アトピーのせいか汚いもの扱いされて、友達がいなかった。
1年の時はもちろんドキュンだったけど、一緒に行動する友達ができた。学校の中でもグループがいくつか分かれてて、そのグループ同士で喧嘩はしょっちゅうあった。俺もなんか認められて、グループに入れてもらったけど、喧嘩はできるだけ参加しないように、バレないようにこそこそ家に帰って、寝トゲをすることが多かった。では殴られるのに慣れていた、というのはいつのことなの？父親は酒に酔うと俺を殴る癖があった、その時のパンチに比べたら痛くはなかった。そりゃ全く痛くないってことはないけどな。そうか、サンクス。あの時一番強かった巨人は、仮に高橋としておく。高橋はとにかく強くて、1年代表として数名で先輩を蹴散らし、2年が1年に敬語を使う形になった。3年は真面目ばかりで蚊帳の外だった。中にはグループに入っていない者もいて、大体は取り込まれて誰かの下についてたけど、グループにも入らず、グループも持たず一人でいるやつもいた。続けたまえ。なんかようやくしまくったら、スレタイで話したいこと終わっちまったよ。質問とかあったら答えたいが、なかったら高橋に唯一買ったやつの、話でもしようかしら。は？さっさと卒業まで書けや。興味深い、さっさと書き上がってください。割と期待してるからもっといろいろ書けよ。中2の妄想かよ。理科の実験で窓ガラスぶっ飛ばして、ニュースになったり。教師が趣味は放火ですとかいう、気違いがいてニュースになったり。俺が入る前に人殺しが出て、ニュースになったり。そんな大々的に報じられたわけではないけど、地元じゃ有名な学校です。さっきからグループ言ってるけど、ここに名前を持っていて。なんかそれこそ目も当てられないような、中2センス抜群の名前だったから、グループってことにしておく。2年に上がる頃には、もう1年の頭は、高橋ってことに決まっていた。ほとんどのグループを、高橋が吸収していた。俺がいたところは大きくはなかったけど、ここが強くて高橋も嫌な顔をしていた。みんな喧嘩ばかってわけじゃなく、結構面白い奴が揃っていて、俺はこのグループの友達が好きだった。その中でも一番仲が良かった仮に藤田としておく。藤田は高橋に引けを取らないくらい強かった。喋り方がシャブ中みたいで、たまに何言ってるかわからないし。あの小鳥さんはなんで青いのですか？とか急に言い出す、天然というか気性というか、なんというかただのバカだった。エジソンかよ。わろたう。藤田は英語はできないけど洋楽が好きで、というか外国人が好きで、夢は金髪美人の外国人と、関係持つことですっていつも言ってた。なんかこれだけ見ると本当に池沼みたいだけど、こいつすごいかっこよかった。顔も整ってて羨ましかったけど、内面的に惹かれていた。ちょっとそれるが、ほとんどのグループが弱みを作るからって理由で、彼女は作らなかった。髪の毛も喧嘩の時に掴まれたりするって理由で、長いやつもいたが短髪が多かった。すごくかっこいい、俺もそんな中学時代が良かったよ。んな学校マジであるんだな。なんで俺が藤田に惹かれていたか書こうと思うが、こいつ強いくせに喧嘩が好きじゃなかった。何かを守るためにしか、俺の拳は使わない、とか平気で言っちゃう子で。俺が喧嘩に加わらないのをよく思わない奴に、ボコボコにされた時も藤田が助けてくれて、その後しきりに。もう絡まれてないか？大丈夫か？って言ってくれる奴だった。怒ると二重人格かってほど変わる奴で、一度教師にバカにされた時に、教卓を思いっきり殴って。先生いつ死ぬんですか？とか言ったこともあった。その後ずっと教卓殴った手が痛いとか言ってて、次の日右手に包帯巻いて学校来て。複雑骨折しちゃった、てへ。とか笑いながら俺に言った時は、こいつただもんじゃねえと思った。彼女作らない風潮の中、藤田には彼女がいた。この後ちょっと関係するが、高橋はブッサイクなのだが高橋にも彼女がいた。俺が辞めた方がいいんじゃないって言っても、別れる気はなく。好きなんだもんしょうがないでしょ、って感じのこと言ってた。2年の半ばに藤田が今日で3ヶ月とか、すごい嬉しそうに報告してきた。みんなでおめでとうとか言って祝福したが、その次の日藤田は彼女と別れた。高橋がその日藤田の彼女を殴ったからだった。高橋ってねー。とっととかけたろう。高橋の彼女は可愛いの？可愛くないです。妹をもっとブサイクにした感じに似てます。次の日の藤田は顔つきがかなり違った。なんか怒ってるとかじゃなくて上の空だった。いつもおしゃべりなんだけど、こちらの質問に答えるくらいしか喋らず、自殺しそうな雰囲気でヤバくないかってなった。話を聞くと彼女に別れを告げたのは、藤田かららしく、ぶつかったとか、変な言いがかりをつけて殴られたと言っていた。みんなで高橋の彼女殺そう、みたいな話をしてたけど、まあ実際に殺すわけじゃないけど。当の本人はそれだけはやめてくれって、言うもんだから俺らは何もしないで、ただ見守るだけにした。へん、なかなか面白いな。高橋は俺がいたグループを潰したくてしょうがなかったらしい。グループの中枢の藤田を潰せば、崩れるだろうという魂胆だった。相手から手を出してほしいが、藤田は喧嘩する気ないし。そんな時に彼女がいるという話を、聞いた高橋が藤田を引っ張り出すために、彼女を利用したということだった。学校も終わり、帰りにどっか行こう、という話になったが藤田だけ参加せず。
まあ、しょうがないよねって空気になり、俺らは先に帰った。その後藤田は高橋を階段から突き落とした。なんだってさすが藤田プロは違う。急展開だな。これでチャラにしてやるよって、藤田は言ったらしいが。高橋の怒りは収まらず、藤田を追いかけて喧嘩になったが、数十段の階段って言っても上から落ちたら、相当な痛手で二人ともボコボコだったが、高橋は負けた。と言っても別に俺らの下につくとかつかないとか、そういう話でもないし、勢力はそのまま変わらなかった。この時高橋彼女に振られる、高橋の怒りは頂点に達していた。わくてか。ごくり。俺らは良かったなとか、階段からとかお前ちょっとやりすぎじゃね、とかそんな話をしていた。藤田もちょっとすっきりしたのか。次の彼女は年上の外国人にする。とか言ってた。ちなみに藤田の好みは少し変わっていて、木村カエラとかユキとかそういうのが好きだった。ある日、この美人誰だか特定してくれよ。俺の息子が収まらないんだ。とか言ってセシールの切り抜きを持ってきたこともあった。ちょっと話はそれたが、藤田の気が収まって済む話ではなく、放課後教室を出ると高橋と数名の人間が廊下に立っていた。お前らちょっと来いよ。藤田の目つきが変わっていた。もうみんな寝たかね、俺も寝ていいかな。ダメだ。起きてるよ。細かく覚えすぎだろ。多少のブレはあるけど本質はずれてない。言ったセリフとかはそりゃ事細かに覚えてないよ。ただ藤田の話はほぼ 100% まんま合ってる。藤田のこと憧れてたし大好きだったからな。いいとこなのに。見てる。見てるか藤田。お前の伝説は今も語り継がれてるぜ。ネタバレでもないけど、藤田今行方不明ってか連絡つかない。まあ、よくあることだし、前は黙って海外行ってヨロッと帰ってきたこともあったから心配はしてない。さて、物珍しく応援してくれてる人もいるし、そろそろ続き書こうか。大丈夫なのか藤田。早く、続き、寝れないだろ。真実は小説よりきなり。見てます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 。俺らもそろそろ白黒はっきりつけようと、思ってたし黙ってついていった。連れてかれたのは俺が初めて、まともに喧嘩をしたあの公園で、相手方には戸坂もいた。ここ来た意味、わかる？高橋はタバコをくわえながら言った。書くの忘れてたけど、藤田はタバコも酒も大嫌いだった。グループで吸ってる奴はいたけど、藤田の前で吸うと機嫌が悪くなるから、できるだけ控えていた。その影響で俺も酒、タバコは大嫌いだが、関係ないな。どっちが強いか決めようよ、ねえ、藤田くん。グループはそれなりに人数集まってたけど、基本8人の決まったメンバーで行動していた。高橋のグループはかなり大きかったけど、相手方も俺らに合わせた人数で来ていた、数人多かった気もしたけど。何？お前ら俺の下につきたいの？俺らのグループの一人、仮に庭として奥が言った。書いてないけど庭もかなり強くて庭、藤田の2トップでうちはできていた。ん？ちょっと違うかなー。まあいいや、やろうよ。総力戦でいいよ。この時ばかりは俺も逃げるのはやめた。当時俺も鍛え、空手は段を所持するようになっていた。それに藤田がやる気なら、俺もやるしかないと思った。終始藤田の握り拳は解かれていなかった。ふむふむ。今日もビップのせいで寝れなそうだ。教師は何してるんだ？俺がいた中学でも学校内で、タバコ吸ったり喧嘩してたら。体育教師がドキュンに、金属バット分投げて怒ってたぞ。一般生徒の前では爽やか教師だったけど。学校内でタバコはまず吸わなかった。喧嘩はあったが教師に止められたらやめてた。それで続けて警察の御用になった奴もいた。旧校舎で吸ってる輩はいたけど、ほとんど見つからなかった。多中と喧嘩になってしばらく、学校に来てない奴もいた。その話で面白いこともあったから、書こうと思ったけど、まあいいかって思った。うおうおうみたいな叫び声で、喧嘩が始まった。とりあえず俺も力にならなきゃって思って、突っ込んだ。ここら辺は文章にしにくいけど、よくある喧嘩漫画やらなんやらみたいな喧嘩になった。俺は漫画みたいに、かっこいい喧嘩なんてできないから、唾かけたり砂かけたりして、とりあえずがむしゃらに殴った。やっぱ喧嘩ってカオスなんだな。何かを守りたかったり、夢中になってると無になるのね。スポーツとかで生きかけました、とか言ってる人もいたけど本当にそんな感じ。気がついたらなんかお互いボロボロになってて、藤田と高橋の怠慢を見守ってた。正直高橋が勝つと思った、リーチは長いし喧嘩慣れしてるし。藤田はそこまで身長高くもないし、喧嘩に向いてるかっていうとそうでもなかった。でもこの時の藤田はちょっと違った、いつもなら遠慮してる顔面への攻撃も、躊躇しなかったし。藤田柔道習ってたんだけど、一切喧嘩では使ってなかったのに、その時は容赦なかった。高橋の巨体も平気で投げまくってた。実際漫画みたいにはならないよな、砂は描けないけど。俺が漫画描いたら、クローズみたいな漫画絶対描けない。ドキュンなんて正直カスの集まりだし、絶対信用できない、平気で嘘つくし周りには迷惑かけるし。二人とも汗だくで血も出てて、なんかぐちゃぐちゃになりながら戦ってた。藤田の蹴りで高橋が膝をつき、ここぞとばかりに藤田が膝蹴りを食らわし、高橋は倒れた。
そこに藤田が乗っかって、いわゆるマウンドポジション、になり殴りまくった。藤田。お前ちょっと目がいかれてるよ。高橋は動かなくなった、それでも殴るのをやめなかった。誰も止めに行けなかった、なんか藤田がおかしかったから。もうやめようよ、藤田。庭が藤田の腕を握りながら言った。ああ、疲れた、誰かチョコバット買ってきてよ。いつもの藤田に戻っていた。見てるぞ。俺もいるぞ。俺もいる。俺もだ。見届ける。その後高橋は骨折やら何やらで入院、藤田は自宅謹慎、俺らは厳重注意で済んだ。その後の話し合いで高橋のグループは、俺らの下につかなくていい、ということになった。何より藤田がそれを嫌がったからだ。その代わり俺らに関わる全てに、危害を加えるなってことになった。高橋もそれには承諾し、停戦協定と言えばいいのか、そういうことになった。まあ、後で破られるんだけどね。3年になるまでは俺たちは比較的平和に過ごせた、他中との小釣り合いは相変わらず減らなかったけど。その後藤田は前の彼女とよりを戻した。その彼女とは数年経った今も付き合っていて、ラブラブらしい。ふ？金髪美女。3年になって力をつけた2年との喧嘩に、3年勢力で対抗したり。高橋は警察の御用になり代わりに、背負った奴のせいで停戦協定は破られたり。まだ話はあるが、お前ら寝るか？いいよいいよどんどん続けて。あんたが書くなら起きてる。なんか味のあるいい話だな。実際は一が言うように、ひどいことばっかなんだろうけど。正直藤田みたいに、根がしっかりしてる奴は少なかった。一人、どこのグループにも所属してない、かなり強い奴がいて藤田に近いものを持っていた。喧嘩、タバコ、酒、万引き、カツアゲ、そんなことをしてる奴らも多かったし、正直ドキュンはろくな奴がいない。その中でもまともな奴がいることを、ちょっとは覚えてくれれば嬉しい。なんかわかる気がするな、藤田に似たテイストの奴っていろんな業界や、例えばスポーツとかのジャンルでもいて。同じような独特の立場とか、グループを確立する感じ。この話がなんか心に響くのは、藤田のキャラがあってこそだね。続きを期待して寝ることにするよ。起きてる、続き気になる。最後まで付き合うぜ。じゃあ卒業まで適当に書いていくから、お前らもうちょっと付き合ってくれ。ちょっとそれるが、藤田の話と庭の話でもいいか。おう。正直俺と藤田っていうより、当時は藤田と庭に、俺がついていくって形が多かった。二人は小学から一緒で、とにかく仲が良かった。グループも二人で立ち上げて、それに人が集まってた。関係ないが高橋は、ゼロとかいうグループ名だったっけな。藤田はとにかくおかしくて、俺の財布を取り上げて札を抜くのかと思ったら、入ってるポイントカードとかを、むしゃむしゃ食べたり、頭に火つけてそれが、なかなか止まらなくてチリチリになったり、とにかく面白いやつだった。庭はクールでいつも場をまとめていた。こいつがやるギャグは本当につまらなくて、笑えば勝って殴られることもしょっちゅうだった。俺がこのグループに入るときに、藤田は苦労するぞって言ってたけど、まあ、確かに苦労はしたが充実していた。昔から友達がいなかった俺は、なかなか笑わない子だったが、藤田たちと一緒にいて親にも、よく笑うようになったわねって言われた。さて、そろそろ書こうかな。入ってるポイントカードとかを、むしゃむしゃ食べたり、意味わからぬ。3年に上がったってことで、お祝いをしようということになった。中学だから3年になれるのは、当たり前なんだけどな。俺、焼肉がいい。ケーキ食おうぜ。シャンペンとか飲めんの？シャンペン。酒は良くないだろう。チョコバット食べたい。ああ、誰か女連れてきてよ。こん時くらいいいじゃん。俺姉ちゃんいるよ。食わせろ。バカかよ、俺より強いからね。いや、お前弱いじゃん。相手誰がとかは振ってないけど、こんな会話をしていた。とにかくどこか家に集まって、パーティーしようということだった。外で食べると藤田が、めんどくさいからってのもあるが、俺んちプレハブ小屋あって、家とちょっと離れてるし、集まれるよ、狭いけど。数時間後には俺の家にみんな集まっていた。藤田はテンションが上がったのか、サンタクロースの格好で来た。いらっしゃい、母親も初めて俺が友達を連れてきたので元気だった。父親は藤田より気違いで。誰か彼女いるやつおる？藤田が返事をした。写メ見せて。藤田が見せた。うん、いいね。おじさんにこの女の子一日貸して、お願い。母親が思いっきり殴っていた。ごめんなさいねとか言いながら、ちょっと離れてるプレハブまで移動して、うちにあったたこ焼き器で、たこ焼きパーティーを始めた。おのおのからしやら何やら突っ込んで、それは盛り上がった。恋の話やら夢の話。藤田はスーパーマンになりたいとか言ってて、庭は片親で早く楽させてやりたいって言ってたな。他の奴らもいろいろ語り始めて。当の俺はなんか藤田みたいになりたい、って言ったら笑われたけど、藤田はなんか、俺と結婚する？じゃあ同性結婚許されてる国に移住しようか。とかなんか冗談交じりに返されたっけな。高校に行きたいって言ってる奴もいて、みんななんとなく将来を気にし始めるようになっていた。楽しそうだな。ぼっちじゃないよな。みんなかっけえな。俺の中学時代なんて。
話疲れてみんな寝て、次の日みんなで学校に登校した。まあ、登校時間なんて、とっくに過ぎてたんだけどね。学校に着くとちょっと雰囲気が違った。高橋が何やら走ってこっちに来た。2年が宣戦布告してきた。もともと2年とはちょっと揉めていた。頭を潰してもよく思わない奴らは、俺らに敬語を使わなかったし、しょっちゅう喧嘩になっていた。1年差なんてあってないようなもので、2年もなかなか強かった。どうやら高橋のグループの何人かが、2年にやられたらしい。手を組まなきゃまともに対抗できない。ここは3年全勢力でなんとかしないか。どうやら俺らも参加しないとヤバいらしい。藤田はちょっと嫌がっていたが、高橋が頼み込むからしょうがなく、ということで加担することになった。2年ってそんな強くないでしょう、雑魚でしょう、俺は余裕かましてた、年下相手だったから。お前喧嘩に年の差は関係ねえよ、強い奴が強い。忘れんなタコ。庭に一喝された、それでも俺は舐めてかかっていた。2年頭の池田は正直喧嘩は強くない、なおさら余裕じゃんって思った。だけど、武田、あいつはやばいな。庭の顔が曇っていた。池田。すまんちょっと疲れた。朝、または昼まで欲してくれる人は、いるかってまず見てる奴がいるのかよ。いるよ。見てるぞ。池田。おいマジかよ。すまんちょっと仮眠を取らせてくれ、落ちていたらそれでもしょうがないと思っている。こんなひどいスレにここまで、付き合ってくれた人は本当にありがとう。残っていたら3年卒業まで、一気に書き上げたいと思う。藤田がイケメンすぎて濡れた。残っていたら必ず帰ってくる、それまでおやすみなさいのチューを、お前らにくれてやる。チュー。保守。保守。保守。みんなおはよう、保守ありがとうございます。さてどこまで書いたっけな。2年を束ねていたのは池田というやつで、喧嘩はそこまで強くなかったが、カリスマ性があり皆に慕われていた。武田というのは3人兄弟の末っ子で、兄弟揃って立ちの悪いドキュンだった。一番上の兄貴は暴走族の族長をやっていて、地元じゃ有名だった。二番目は目立ったことは起こしてないものの、実力的には兄弟最強クラスだったらしい。そして末っ子のこいつは池田と仲が良く、俺は一番上に立てるような、人間じゃないからという理由で。池田の下について主に、大きな喧嘩は武田が行っていた。武田、か、やばい。武田三兄弟か、ごくり。庭は武田に一度負けていた、と言っても闇討ちで正々堂々怠慢を、張ったわけではなかった。何？武田ってそんな強いの？何？強いの？俺の質問攻めにイラついた庭は、どっか行ってしまった。あいつに武田の話は、ダメだよん、俺くん。藤田があくびしながら言った、ああ、気をつけると言葉を残し教室に入った。武田闇落ちかよ。丹波対武田か。好カードだな。牛島くんの中学時代みたいな荒れ方だな。放課後お互い嫌っていたグループも、この時ばかりはみんな集まっていた。高橋のグループ、藤田のグループ、福田のグループ、みんな仲は悪かったが大きな敵を前にすると、一致団結するのはどんな時でもそうで、この時ばかりは手を貸すことになった。ちなみに福田については触れてなかったが、福田ピザだけどかなり強い。福田も兄貴がいて兄貴がかなりヤバい、藤田が一回兄貴にチャリで激突して、走って逃げたことがある。藤田、逃げ足も速い。そんなこんなで議論が交わされたが、どうせ近々2年が乗り込んでくるだろう。ってことで俺らはその時、力合わせようってことになった。ちなみにこの議論に参加してない、孤高の野郎が一人いた。結構前から話にはちょろちょろ出してる、グループに属さない奴だ。俺じゃん。呼んだ？支援。この一匹狼狩りにあやとしよう。クローズで言うリンダマンみたいな奴で、本当に似たような奴だったから、〇〇中のリンダマンなんて言ってる輩もいた。実際喧嘩しているところを見たことがないから、俺はよく知らなかったがやっぱり強かったらしい。しばらくは2年も何もしてこなかったし。やっぱり何もないんじゃないか、おじけづいて襲ってこないらしい、って噂する奴も出てきた。実際それくらい平穏だった。藤田はこの間に鼻毛を全焼させるという、暴挙に出ている。が、やっぱりその時は来た。藤田は期待を裏切らないな。ぶっちゃけ面白いから、釣りでも何でもいいです。放課後校門前には2年がうじゃうじゃ、部活後に集まった奴らみたいにうじゃうじゃ。3年生の皆さん、集まってください。3年全グループで校門に向かった、藤田は一丁やるかーみたいな感じで、腕ぶんぶん回してた。庭はなんか黙っていた、ただ一点武田だけを見ていた。よかった逃げないでくれたんですね。池田がそう言うと高橋が突っかかった。足りねえだろボケが、とっとと追っ始めようよ、ねえ、池田くん。ここは場所が悪いだろ、移動しよう。庭が言った。何？ビビってんの？あ、お前俺に負けたやつじゃん。いいんだよ。ここでやっちゃっても。池田が武田を止めて場所を変えた。結構ゾロゾロしてたからいつもの公園じゃ、狭いということで近くの、廃工場みたいなところに行った。興奮してきた。着いた途端に殴り合い。人数は五分五分だったけど、やっぱり3年の方が強くて、2年はどんどん倒れていった。
喧嘩の描写は割愛させてもらうけど、俺は相変わらずのやり方で参加させてもらった。藤田は手を抜いていたと思う。いつものあいつで笑ってたし、庭は最初見てるだけだったけど、急に武田に走って向かって行ってた。そういえば戸坂のやつってどうなったの？戸坂は特に見せ場はなかった。戸坂とか言ってるけど、その後すぐに坊主にしてたし。一回俺に怠慢晴れって言いに来たけど、やっぱり戸坂弱くって勝っちゃった。戸坂はかませ犬だったんだね。正直にはと武田の喧嘩をずっと見ているほど、俺も余裕はなかったからどういう風に戦ったかなんてわからなかった。終わった後に庭が笑いながら、藤田とハイタッチしている姿を見た時に、ああ、勝ったんだなとは思った。2年のほとんどは伸びてたし、遠野池田と武田をやられた2年に3年と、やり合う勇気はなかったようだった。おはよう今追いついた、当事者以外にバレちゃうような怪我って、あんまりしないもんなの？怪我してても特に問題ないの？顔はあざが結構残るってことはあった。喧嘩したことある奴はわかると思うけど、喧嘩してる奴って顔とかに小さい傷とかが、ちょこちょこ残ってるんだよね。何に対しての問題だ？親とか学校とか？そう、昔の単車走りや番組とかでも、親も公認だったり、やめてくれという流れだったりするっしょ、特に問題なし。俺の親は子供の喧嘩なんて可愛いものって、大怪我して帰っても何も言わなかった。学校側はまた喧嘩したのかくらいだったかな、関わりたくないって教師の方が多かったし。ここでは書いてないけど教師いじめで、他の中学行ったり教師辞めたって人も何人かいた。なるほど、地域全体が気象の荒さ自体を受け入れてるとか、諦めてるとかそんな感じか。一は勉強したの？それなりに勉強はした、就職なんて嫌だったから。頭悪いけど資格取れば武器になると思って、商業高校に行ったよ。この喧嘩の後にも何度か喧嘩はあったが、最後の2年との喧嘩には綾も参加したがなんか気違いみたいに強かった。正式に2年は3年の下に、つくってことに決まった。またグループ同士の揉め事はあったけど、藤田の俺らグループの本気の喧嘩は、あれ以来なかった。高校に行きたがってた奴らは、揉め事起こしたくないからと、グループを抜けて苦手な勉強に手をつけていた。大きな出来事はこれくらいかな。その後俺と藤田が怠慢張ったり、高橋バイクで事故起こして、学校来れなくなった間に、代わりに背負った奴が、原因で俺らと喧嘩になったり、卒業間近になって、俺らはグループ解体したり、そんなこんなで卒業したよ。庭はその後土木やってる、友達の親父に雇ってもらってた。高橋は暴走族に卒業と同時に入団。俺はさっきも言った通り商業高校に無事合格。藤田は名前さえ書けば入れるような、底辺高校に入学したけど2ヶ月で辞めて。やっぱ俺ビッグになるわ。とか言って、もう勉強し1年ダブって、それなりに頭の良い高校に入った。これには俺らもかなり驚いたな。藤田いいやつや。まあ、お話はこれくらいかな。ここまで付き合ってくれてありがとう。なんか質問あったら答えるよ。何歳なん？今の年か、合法で酒飲める年にはなったよ。なんで藤田と喧嘩したの？俺が藤田に嘘ついた。藤田との怠慢が一番気になる。藤田との怠慢についてちょっと書こうか。今はぼっちじゃないんだろ？俺は中学を機にぼっち街道まっしぐらだけど。人と話すのはおかげで慣れたよ。でも友達は多くないかな。追いついたと思ったら、もう質問コーナーだった。これが5、6年前の話ってどこの田舎だよ。世紀末すぎんだろ。昔に比べたらそりゃ大したことないけど、確かにうちの地区はおかしかったかもな。高校はちょっと遠いところ行ったけど、こんな話したらキョトンとされたっけ。藤田との怠慢の話まだ？じゃあ藤田と怠慢の話でも書くよ。きっかけは些細なことだった。藤田のお菓子勝手に食べたからだ。確かチョコバットだった。食べたことに関しては、そこまで怒ってなかったみたいだが、食べてないと嘘ついたことに関して相当怒ってた。庭も周りの奴も、怠慢張るほどじゃねえだろ俺反省してんだし、みたいな空気だったけど。藤田嘘大嫌いだったからつくのも疲れるのも、大嫌いだからちょっと止められなくて周りも、やれやれわかったよみたいな感じだった。俺も反省してたしそれで藤田の気が、収まるならって思って初めて藤田と喧嘩した。見たことはあったけど、藤田のパンチを食らうのは初めてだった。手抜かねえから、クソ野郎。みたいなことを言われた、確かに藤田のパンチは親父に似た強さがあった。俺が応戦しても藤田は避ける気があんまりなく、弱いなお前って言いながら、投げられたり殴られたりした。藤田やっぱ強いわって思った。その後ボコボコにされたけど、急に藤田ケロッとして、これでおしまいって言いながら、俺に手を貸してくれて終わった。じゃあ質問もなくなったみたいだし、俺は犬の散歩に行ってこようかな。わざわざここまで付き合ってくれた方は、ありがとうございました。藤田になるなう。藤田中に臭いけどかっこいいな。藤田は中二病って言ったらそうかもしれないけど、臭いセリフとか平気で言えちゃうやつ。藤田の彼女と俺らで海に行ったことがあるけど、遠くで座ってる彼女に大声で愛してるぞとか言っちゃうやつ。ぼっちじゃないのにぼっちを語る位置は、かっこ悪いけどな。元ぼっちだ。追いついた、位置今は何やってるん？今は専門通ってるよ。
学校で2番目に強いやつに目つけられて、タイマンになったけど、垂直落下 DDT からの腕十字で勝った。見ててよかったプロレス。面白かった。今でもみんな仲いいの？庭と藤田とみんなで焼肉とかよく行くよ。もっとも最近は藤田がいないけどな。素晴らしい人生だな。素晴らしいのかな。まあ、いろいろ壮絶だったな。やったな、お前彼女いんの？今いないよ、一回だけ彼女できたことあるけどね。なんか出てくるやつみんな、キャラが立ってていいな、つかず離れずな距離感もいいし。卒業してしばらく経ってるからこそ、そうやって冷静に関係性が見られるんだろうな。ちょっとした短編でも読んだ気になったよ。とても面白かった。そんな評価ありがたい、正直もっとたくさん紹介したいやつはいたけど、名前たくさん出ると覚えるの面倒だからね。最後に一言だけ。ドキュンはクズばっかだけど、クズなりのがむしゃら加減は、甘えて過ごしてるニートよりはマシだと思う。これ読んで変なドキュンもいたもんだと、思ってくれたら嬉しいよ。じゃあ、ありがとう。面白かった、一オツ。オツ？オツ？ぼっちでもリア充になれるのか。頑張ろう。面白かったわ。オツですだ、これが中学の話というのが信じられないな。いかがでしたか？まるでヤンキー漫画の世界ですね。現在も関係が続いているところがまた熱いです。今回の動画は以上です。このチャンネルでは、今後も2チャンネル、5チャンネルの面白いスレや感動スレ、伝説のスレを紹介していきます。よろしければチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。